Entrando em contato com o atendimento ao cliente. Para muitas pessoas é um jeito fácil de arruinar um bom dia. Mas na Zendesk, nós deixamos a experiência do cliente melhor. Melhor para sua avó, melhor para seu vendedor preferido de flores, melhor para o cara do apartamento 3A, melhor para você, melhor para todos. Porque enquanto alguns dizem que o cliente sempre tem razão, nós dizemos que o cliente é sempre humano. E, como seres humanos, queremos fazer algo melhor para todos nós. Zendesk experiência do cliente com o IA desenvolvida para humanos. 古代の福岡を歩くシーズン3遥かな昔海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきましたその足跡を訪ねる「古代の福岡を歩くシーズン3」。 この番組は、宗像市、福津市の企画協賛、道の駅宗像、福岡県商工会連合会、餃子の山鉢の提供でお送りいたします。 こんばんは坂田修大です神社の伝承から神宮皇后の足跡を探っていくシリーズの3回目ですお話を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉ルナさんに伺っていきます下関の忌みの宮神社豊良宮からの道です加貸宮への線と水路編ですまず北九州市戸端区の 飛畑八幡万とついてるように八幡、はい、神ですね、はいえー、神宮皇后王神天皇そして姫おか、はい、この八幡神の場合は必ずこう三味あの三柱祭られてますけど、えー、基本は神宮皇后と王神天皇、はい、そしてまあ関連ある。 神様っていうパターンがありまして、はい、まあここでは姫狼と、はい、でまああの謎の神様ですけど、ウサの姫狼と一緒で、はい、え胸太三女神ではないかというふうに言われています。そうですかはい。 だ、あと名古屋狼と菅狼ということで、ええ、特徴的なのはこの名古屋狼ということになります。名古屋狼ってあまり聞いた名前じゃないですけども。も <laughs> そうですね。これどういう神様なんですか。はい、えー、ここの土地を守、あの、えっと、中和天皇が、ええ、あの。 これから先のその航路の安全を担った時の石がありましてえ<い>、えー、そこがその名古屋という今はもう地名も消えてると思いますけども<い>昔の岬にあったわけですね。<い>でそこの,あの社の地下からあの石が出てきましてえ<い>、えー、伝承通りだということでえ<い>、えー、それが。 この飛び火八幡宮に移設されて今でもあの祀られていますでそれを知恵岩の岩というふうに言いますはい知恵岩の岩そうですねあの線とひ引く引っ張るということですけれどまあそういうふうに言われていますねはいあそうですか知恵岩というんですかはいあ引くですね栄光の絵ですねそうです知恵岩の岩 はい。いで、そのこのその神様が船戸の神ということで、<い>えー、ここから神宮皇后と中愛天皇と船を分けてあの、はい、移動していかれるんですね。ああ、はそれで、まあ特に航海の安全を祈られたんだと思っています。いやろうか、<laughs> よくわからないなと思ったんですけど。あ、そうですね。まあ、<ー>ど同窓人ということですね。はい、なるほど。はい。今、まあ普通だったらサルタ飛行ですけれど、はい。 え、からにも名古屋がありますね。あ,あはあははあ。はい。ですか。まあそういうあの地名がきっと各地にもあるんだと思います。御三崎城のあそうですか。はい。えー、御三崎を案内する人そうです。そこから航路あの守ってくださるということで。ああはあ、え、多分船の上からあの手を皆さんが合わせたような岩があったんじゃないでしょうか。ええ、あ,あなるほど。えー、それで地栄人の岩。はい。ああ ちょっと意味が通じないですね。<laughs> この知恵はですね。<laughs> えー、はい。いうことですね。はい。えー、っとこの辺の地名で、あの枝密というのがありますね。はい、これはその熊谷と関係があるんですかね。みたいですね。うん、その熊谷がその三種の陣旗をその船に掲げて、戦闘、えー、に掲げてえい、ー。 行くわけなんですけど、えー、その時にその鏡がキラキラと光ったということから枝水とついたというふうに言われています。ああそうですか。北九州市鳥羽区の飛び鳩八幡宮でした。と次は、えー、若松の恵比寿神社。ここの御祭神はどうなるんですか。はい。ことし主と。はい。 竹の内宿禰他ということで、え<い>まあ、あの恵比寿というのが、この今年の主のことなんですね。それで、はい、まあ、恵比寿さん、おえべすさんというお祭りに、があるようですね、はい。どういう由緒のある神社なんでしょうか。はい、ええー、神功皇后とか、あ中和天皇と別れて、この、はい。道海湾に、あの、入られた時に、<い>またもう一度、その、お祈りされるんですね。はい、で。 えー、その時に海底に光る石があったので、はい、それをおまあ竹の内スクネがあのー、こう拾う拾拾わせたっていうんですか。<い>でこれこそそのこれから安全を約束される石だということで、え<い>えー、それをまあお祭りしているということですね。そうなんですか。はい。光る石を竹の内スクネがあ見つけて、えー、それを まあご神体うそうですね。ご身体で今でも伝わっているというふうに言われますね。あ,あそうです。はい。<ー>で実はここ竹の内スクネが来たの一回だけではなくて、天<ー>、えー、和天皇の,のがともあの何何らかの時に来られたことがあるんですね。<ー>えー、それであのまあ何度かうちに最後にまたあの 再びここに竹内うちスクネが来たときに小松を植えたと、はい、であ<ー>それがまあ若松の由来だそうです,うです小松を植えたはい、えー、これは若松の由来の一つ一名ですね、はい、そうですね、えー、はい。 それで、えー、まあこの神社にはちゃんと今でもあるんですね松が植えられてるとい。はいこれはあの、えー、聞きましたらまあ、えー、新しい松ですということですがはははやっぱりシンボルとして御、えー、神木ですね、はい、松をあの大事にされているようです。伊調の古い伊調の木もなんかあるみたいな、ね。あそうですね<ー>はいなんとなく竹の内すくね伊調となると竹の内すくね思わせますねーは,ーはい、はいはい、えっと神宮皇后と 中愛天皇は二手にいはいあれはなんで二手に分かれたのかなと一緒に行けばいいのにと思ったんですがそうですねえー、っと多分この時に、えー、軍船ですね、はいえー、48席作ったと言われてますけれど、えー、その大軍を率いて中イ天皇は外海の方行かれたと、はい、で神宮皇后はあ同海湾に行くということでえーえー 引き潮になると、まあ、船が立ち往生するような場所なんですね。はい、それであのやっぱり軍船だったんでしょうね。はい、であのそれが引っかかった話もありますけれど一、はい、宮神社のお宮司さんが言われるには、はい、1>, あ1月にも来られましたということだったんですね。はい、でこのの日付というのが ちょうど1月日日でしたか4日でししたたかか弓宮を神社を建ってそして、えー、あの次のところに行く途中ここに立ち寄ったという日付がこう当ては,めはまるわけですね、えーえー、そうしますと事務天皇のあの岩倉に岩坂ひもろ部にもう一度お参りに来た。えー 祈願しに来られたというふうに考えます。うん、で、やっぱり一番の。こう、仕事というのが、この祭祀ですので。うんうん、えー、最後の最後まで。えー、自分たちの、その。勝利と安全を祈られた。ということだと思います。うんうん、それで、えー。天皇と別れて。うん、えー、竹の内宿禰と一緒に、こっちに。 入ってきたという考えてます。祭祀を重要に考えられて、はいはい、そしてまあ同会派の方に入ってくれ、はいった、はい、ということですね。えー、で中井天皇は外界の方をはいたくさん軍船連れて、えー、やっぱりあの行ったと行かれたと思います。すね、はいそのはいでその。はい 船が引っかかるというようなことと関係のある神社ですね魚、はいえー、長が池神社っていうのが、はいえー、若松区にありますね、はいえー、ここの御祭神が、はい、やっぱ神宮皇后あと須佐ノの御子と他ということですね、はい、やっぱ神宮皇后いわれの神社ということになります、えー、ここでやっぱり引っかかっちゃうんですかそうですね潮の満ち引きですね、えーえー、計算 しそびれたんですよね。あと軍船が大きすぎて、はい、あの意外だった意外に引っかかったのではないかと思っています。神軍皇后が空気、えー、の海といいますか、同海はい、の方を入っていって、えー、途中ま朝、あ、鮮に乗り上げるというようなことで助けに来るんですね。はい、クマワニがですね。はい。そして助けに来てどういうふうに はい、塩が満ちてくるのを待つんですか。そうですね。あの地元では、その。腰に乗って。はい。そして、この魚長貝景がある岬のところに移動して。で、その松のところで。えー、また、次の潮が満ちてくるのを待たれたというふうに、伝えてます。いはい。はい。それで。まあ、あの熊谷が。あの。 穴を掘ってそして、まあ、魚とかを読んでお慰めしたように「あの日本書紀」では書かれてますがああこれはあのひっくり返るのを防ぐために穴を掘ってバランスをとってたんじゃないかなというふうに考えています。ははい、でまあこれが真冬の1月ですからかなり寒かったと思うんですね。<ー>ただ、えー 思いがけない伝承が、はい、あのこの近くに貴船神社というのがありまして、はいえー、昔はまあ大体5メー,ターぐらいこうあの海の海面が高かったと考えますと、はい、あの北にこうバッとこう今ある道路がちょうどこう川に見えてくるんですね。はははしてぐるっとと回り込んだところに、えー の山っていうか、丘に神功皇后がの船を止めたっていう伝承地があるんですね。はい、で、えー、なんでこんなあこ細くて入り組んだところに、あの船を止めたんだろうと、はい。現地に行きますと、もう小舟でしか行けないようなところだったんです。あ、この木舟でやってるはい。はいはい、もう次の話をしてますけど、はい、で、そこにその祀られているのが。 蔵御神高御神といって、まあ、あの船玉の神様っていうんですか水,<い>水の神であり、まあ、あの船に乗る時にの守り神の神様なんですね。<い>で小舟であの行くのはあの非常に危険というんですか<い>まあ自分の命をこう預ける。 ですから、あの、こう、ええ、信頼関係がある人の船に乗るということになりますね。ええと、ここは、そこで、あの、船、船玉の神様を祀っているということは。あの、岡の、あがた主の親の、その、熊谷の。一族の、聖地だったのではないかなというふうに、<ー>あの、ちょっと、考えてまして。えええ、それで。 あのよく船を止めるというのがあ,のあるんですけどそういう時はあの神様が、まあ、自分のところにお参りに来てきなさいとかいう感じで船を止めるという話がこれから何べも出てきます。ええ、でここはそういう言葉は伝わっておりませんけれど多分熊谷の聖地がそこにあるということで、ええ、まあ神宮皇后がわざわざその待つ間ですね、はい、きっとこの 神様が止めているんだろうということで小舟に乗って、はいえー、この木舟神社のというところに行かれたんじゃないかなというのがあ<ー>現地に行って想像されたことです、はい、そうなんですか。えー 2つ神社が出てきましたけれども、はいえー、それで船が満ちるまでは、えー、実はそちらに移動されたんではないかというのがあ<ー>まあ私のまあ考えです。ああ木舟神社という神社があって、はい、そちらの方に移動して潮が満ちてくるのを待ったということですね。えーえー、へ魚長が池神社と木舟神社両方ご紹介しました 今夜は神社の伝承から神宮皇后の足跡を探っていますお話を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉ルナさんに伺っています今度は恩賀郡芦屋町の岡港神社です御祭神が、はい、大倉主の御事とつぶら姫の御事と、はい あとはスサノオノミコトこれは新しく祀られてますが天照スメオオミあと神武天皇この神武天皇も今度の旅に関わってきます、ええ、でこの大蔵主の御事と円姫の御事というのは日本書紀に書かれた神様です、はい、で神武皇后の船も 一旦立ち往生したんですけれど、はい、今度はあの千葉天皇の船も止まってしまうんですね。で、その場所が遠賀川の河口域だったわけです。<ー>そこで、天皇があの熊谷にを疑います。で、あのまっすぐな心で使えたと思ったが、なんでここで船が止まるんだ。だ と聞くわけですね、えー、そうしますとこの河口に、えー、男女のお二柱の神様がいらっしゃいますと<う>でその二柱があ引き留めてらっしゃるんでしょうというふうなお話をするんですね。そういう話が、はい日本書記に載っていますでそこで、まあ、あの祈祷して占ってそれからかじ取り という船長まあパイロットですけれどはい、はい、その人が伊賀彦だったんですけれど、はい、その人をハフリというまあ神様を祀る神職として、はいえー、置いていったわけですねそうすると伊賀彦という人は、はい、はい、そこで船があ進み出したということです、はあ 伊賀彦というのはあの地元の人ではなく、そうですね。地元の方ではなくて、<え>大和の国の宇多の人というふうに書かれています。<ー>日本書記では、ではいで。この人を神職として置いていった。はい、そうですね。<ー>はい。で、えー、この,丘の港岡のみ岡み神社は、えーあ、高倉神社と。 関係がありまして、はい、高倉神社が本宮で、岡間<い>港の方が下宮に当たります。ははで、それが今はこう二つに分かれているということですね。ははははで、多分あのこの近くに港があって、ははまあ,あ多くの人たちがまあ下宮というか手前でまあ祈ったというふうに考えられます。今ご紹介した 岡港神社は恩賀郡芦屋町にそして高倉神社は恩賀郡岡垣町にあります中愛天皇の船が進まなくなった恩賀川ですがこの頃の恩賀川の河口はどうなっていたんでしょう昔の地図を見ますと昔はこの この辺の地名を「島戸」とかあの、はい、いうわけなんですけれど島,<土>島の門というふうに書きますけれど猪、ええ、熊の島と島津の島という2つの島がちょうど門のように見えたと<ー>それでそういう「島戸」と書きまして地名がありますでここは「島津」とか「島戸」とかいうふうな地名になっています。ええええええ で江戸時代に護岸工事をして<え>今のようにまっすぐなってますけれど、はい、はははそれまではもう大変あの広い川幅で、えー、実際は古音河湾という言い方で言いますけれど古い,、えー、いうのは古い音河湾ということで海の潮がかなり上流域まで上っていたというふうに伝わっています。えー、あそうですか ここの丘の港神社ですね、はいえー、入りますとお、まあ、境内にはあの大きな石灯籠なんかがたくさんありますよねはい、はい、そうですねはいこれはやっぱりその海運関係のそうですねはいそうですねここはあの芦屋町音楽郡の芦屋町とい言いますけれど。はい 芦屋アアといえばもう古代からそのあの船が行き来していたということですね、ええ、それでこの巨大なあの石灯籠も芦ア屋アとかあるいは伊万里の陶器商人が寄付したというふうに伝わっています、ええ、そうですか海運業者です、ね、そうですね、ええ、はい。へええ、それからあのこの神社の近くに厳島神社って っていううのがありますすよねそうですねそで、はい、この対岸の方になりますけれど、はい、厳島神社というのがありますで、えー、そこにですね、はい、実はあの熊ワニの屋敷跡を、えー、示す石碑があるんですね。で、えー、地元の方にお尋ねしますともともとはその麓に ある今団地が立っていますけど、はい、そこに熊谷の屋敷まあ出城と思われますけれどまあここで、えー、出入りする船を見張っていたというふうなですね<ー>まあそういう屋敷跡があったというふうに伝わっています<ー>神社の伝承から神宮皇后の足跡を探っていくシリーズお話を神宮皇后伝承を歩くの著者 すぎルナさんに伺いました RKB ラジオの早間さつきです玄界などのただ中に浮かぶ沖の島神宿る島として渡ることができない沖の島を拝む目的で18世紀頃作られた沖住屋養廃所は今も生きた信仰の場として世界遺産に登録されました世界遺産神宿る島 宗像沖ノ島と関連遺産群を私たちの手で守っていきましょう。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。こんばんは。こんばんは。今日は宗像市大島を味わいたいと思います。あ、いいですね。神、えー、谷ドル島宗像沖ノ島と関連遺産群の構成資産のうち。 呑む中大社の中津群と沖津群の養配所があります。さすがにね、決まった後は遠方からのお客さんがすごく増えてまして。いや、そうでしょう。特に関東、関西方面からの方がかなりいらっしゃってるそうなんですよね。そうですね。そんなお話を教えてくださったのは、私がお昼ご飯をいただきました、民宿藤島のおかみさん、藤島純子さんです。はい、あの、宝塚の 男役スターみたいな感じの美人なんですけれども、<ー>ここの藤島は、えー、おかみさんの旦那さんと、それからお父さんが漁師をしている漁師宿なんです、ね、あ、じゃあね、ご飯も美味しいでしょう。そうなんですよ。お昼の定食が1500円で、ま、これ、誰にでも泊まり客じゃなくても、出してるんですがお昼ご飯だけでも。そうなんですよ。<ー>お魚料理が4品に、ご飯お味噌汁、漬物、デザートがついてますが、 今写真をお届けしてますがパッと見た目はねシンプルお楽しみなんですいやーでも美味しそうですね,ねこれ分かりますね、えー、パッと見お楽しみおとなしみなんですけど食べた時の美味しさの破壊力たるや,んやあのね派手さはないけれども間違いのない味そんな感じですねでね頂い,いたお刺身小鉢だったんですがカンパチとアラあ<ー>もうね高級魚じゃないですかもうねキュッ そうした子も、なんて言うんでしょう、歯ごたえというんでしょうか。ああ、もう、これだけでも、ういいです、嬉しいです、なるんですが。実はね、まこのお刺身も、いろいろバージョンがあるんだと、藤島純子さん、こうおっしゃいます。その時の、取れたお魚次第で、丼でお刺身が乗ってるっていう状態にも、なりますし。今日みたいに、小鉢でお出しする時もありますし。メニューは、ちょっと、その時次第で、おさ、お魚の、取れ具合で、変わります。 こうやって焼き物が入るときもあればど、うん、ーんとどんぶり感が溢れるあるときもあるしお煮付けのときもありますし<ー>そのじきじきで、まあ、だいたい常時に三種類ご用意しててまあその中はお詫びいただくようなあの写真はね白身魚の切り身の焼き魚これねサワラの塩麹焼きなんですよあ塩麹ふっくらしててね奥深い旨味でした美味しそう。あと小味の甘露煮とか、えー、ひじきとか お米も全部大島さんです。あ、美味しそうですね。もう杏仁豆腐の上の甘夏ですら、大島さんです。お、そうですか。おかみさん言うんです。ランチではね、大島の美味しいものを載せきれないんです。だから、ぜひ泊まって、夜の会席食べてっておっしゃるんですが。<あー> <laughs> 泊まった時は、こんな良さがあるとおっしゃいます。で、ゆっくり、この過ごしていただけるっていうのが。音がないんですよ、うち。まあ、大島全体そうなんですけど。 車の音だったりだとか、騒音というものがなくって、ここにいるとこう、風の音、鳥のさえずりだったり、カラスとトンビが喧嘩してる声だったり <laughs> っていうのが、で、船の汽笛が流れて、フェリーのアナウンスもちょっと聞こえ、風に乗っては聞こえてきてとか、なんかそういう、いらない音がないっていう、このいう時間っていうのはなかなか街中の方は、 味わえないかなと思うので何にもしにしない観光世界遺産の観光だけじゃないっていうこの空気を感じてもらいたいなっていうのはあります絶妙のタイミングでカラスの声が入ってましたね <laughs> こんな感じの静けさなんですよ貴重ですよ今、えー、で冬になると大島はシーズン的には寒さ厳しいのかなと気になったんですがおかさん冬はこんな楽しみがと教えてくれました空気が 多分、島独特の、のなんていうか、冷たく、キーンとした空気の潮風っていうのが好きなんです。ちょっと暖かい格好をして、自分はですね、暖かい格好をして、冷たい風をわーってするのが、ちょっとおかしいけど、好きなんです。わ <laughs> <laughs> かりますこれ。ちょっとこれ体感してもらわないと伝わらないかもしれないですけど、なかなかいいんですよ。潮風を。 冷たい潮風邪をちょっと体にぐわーってするの長時間無理ですけどこれいいんですよ風が場所はどこへやる場所幼稚園起き着くの洋稚所がある岩瀬とかも結構好きですけどでたまに子供たちとあったかい飲み物ミルクティーとかをポットに入れてちょっと飴ちゃんとかも持ってあの放題風車がある放題跡のところに行って寒いねって言いながら。 温か <laughs> い飲み物を飲むのも結構楽しいんですでファーってこの本当それこそ風の音が耳にずっとつくんですよねふわって冬はどうしても風が強くなるのでそれが結構たまらなく良かったりするんですよねいいんですよね、うん、大島の冬の風と冬はお魚の種類も増えますので美味しいお魚食べに出かけましょう。リポータータ中島理恵さんでした 番組からのお知らせですホームページのご案内ですこれまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン3のバナーをクリックしてくださいまたラジオクラウドという無料アプリをダウンロードしていただければスマートフォンやタブレットからもお聞きいただけますこの番組は村方市 津市の企画協賛福岡県商工会連合会餃子の山八道の駅宗方の提供でお送りいたしましたご案内は修でした。 皆様声優の早見さおりです毎週土曜朝7時放送の「帰りたいサラリーマンに陽子」にようこ役で出演しております「ポッドキャスト YouTube」you でも配信中ぜひ聞いてください